りしないとね。ネブギア、いじめの様子はどう？お姉ちゃん、止血はなんとかできたよ。でもここの薬だけじゃ、いじめさんは。薬は作れないの？作り方自体はデータベースにあったんですけど、肝心の素材がなくて。なら私が素材を取ってきてあげる。素材さえあればネブギアが何とかしてくれるんでしょ。正直薬なんて作ったことありませんけど、娘さんのために私が何とかします。よく言った。それでこそ私の妹って。本当の妹じゃないんだけどね。私はネブギアみたいに頭は良くないから、こんなことでしか手伝ってあげられないけど、絶対ウズメを助けよう。それなら私も一緒に行きます。ウズメに付き添ってなくていいの？今私にできる限りの治療はしましたし、あとはウミオさんたちに任せても大丈夫です。ただ薬だけは一刻を争います。遅れれば遅れるほどウズメさんの体力勝負になりますから。それじゃあ早く行かないと。仕方ねえ、それなら俺も力を貸してやるよ。この声、フロワールさん？けど、どこから？じゃーん！ここでした！フロワールさんが標本に？娘がこんなになっちゃったのも、全部クロちゃんのせいだからね。だから罰として、もう二度と悪さができないように、標本に貼り付けたんだ。あ、でも、その姿だと、ある意味お似合いかも。ねえ、今笑いやがったな。おいネプチューヌ、いい加減さっさと俺を解放しやがれ。じゃあ一つだけ条件を出そうかな。これからネプギアとウズメに使う薬の材料を探しに行くんだけど、協力してくれたら考えてあげてもいいかな。本当か、それくらいならお安い御用だぜ。ほらさっさと探しに行くぞ。出てきてもいいけど、薬に必要な材料って何なの？はい、確か神宮桜の花びらとオラトリオのタングラムというアイテムです。ああ、それならお安い御用だ。どっちもモンスターからドロップするはずだ。おお、クロちゃんまなじみ。クロワールさんのことちょっと見直したかも。だけに世界の歴史を記録しちゃいないぜ。ほら、ごちゃごちゃ喋ってないで、さっさと行くぞ。見つけた！あいつが例のモンスターだ！行くよ、ネプギア！
い。未来への道先案内人はここネプテューヌが引き受けた。
見つけなきゃ。Yeah!
でだな。ならば湧いてくるようです。うん、強くなってるよ。これで全部集まったかね。はい、これさえあればうずめさんを助けることができます。いいか、絶対失敗するなよ。お前の作る薬に俺らの命がかかってるんだからな。そう言われると緊張して自信がなくなってきたかも。おいおい、大丈夫かよ。それはそうと協力したんだから、そろそろ解放してくれよ。やっぱりダメかな。てめえ、約束破る気か。約束は破ってないよ。考えてあげてもいいって言ったでしょ。てめえ、騙したな。騙してなんかない